ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあ、そいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオ。職業は探検家といったところでな。数年前、お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この島に漂着した。何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。なあ！お前さっきのやつじゃねえか！あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ？しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできねえ。船はすべて海の物だ。だが偶然漂着できちまうやつがいる。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアリオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前、先手を打って力を奪ったということね。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということは、お前の能力は別のものみたいだな。それで、失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて、再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索、俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなものだ。だから、俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたらどうだ。運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあ、それなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあ、まずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。遠慮せず上がってこい。
しし。さあ、飯だ。この肉、全部食っていいか？いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。あら、ここ風が気持ちいいわね。2階は寝床みてえだな。じゃあ行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら？ワフルド。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。
絶景じゃねえか。島の内側はこうなってたのね。あそこにいるやつまた襲ってくるかもしれねえ。お前ら気をつけろ。行きましょう。チャンスのように。さてと。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。よく覚えとけ。コックに逆らうと。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。やってきやがる。ぶっ飛ばす。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な。待ってろ。なめんじゃねえ。よく覚えとけ。コックにさ、力が戻ってきた。このキャプテンウソップに不可能などない。あれが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだな。さてここだ。今の自分たちの力を試すといい。俺は先に戻ってるぜ。頑張れよ。よし行こう。ここは自然に風化した状態ではないわね。
それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだわ。ワッフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがあるの。海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど、本当に安全なんだろうな。見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い前にどこかで。ちょっと見て、あれ、こんないかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、できすぎた話で怖くねえか。ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー。ずいぶん古いもののようね。何か光ってる。あれ、俺たちから抜けてたキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋、まさか崩れたりしねえよな。探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。まったく。おっとっと、なんだ、でっけえタヌキだな。
タヌキじゃねえだろ。こいつ俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けど俺たちの縄張りに入ったやつ。何よナミ、私たちはそんなこと言ってる場合か。やるぞみんな、こんな奴らに負けてられっか。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。情けない姿を見せちまったな。みんなあいつから目を。覚悟しろよ。そこまで、ゴー。やべえ、いてんじゃねえか。任せな、俺が仕留めてやる。俺の蹴りを食らいたいのはドイツだ。行くわよ。俺が相手になってやるよ。なめんじゃねえ。さてと、マナーの悪い野郎だ。邪魔この野郎。邪魔だ。準備 OK。 まずい。いいわ、任せて。任せな、俺が仕留めてやる。どうすっかな。邪魔だ。うおー、勝ったぞ。よっしゃ。クソジジイの蹴りに近づいたか。やった、力が戻ってくるのが分かるわ。ようやく感覚が戻ってきたぜ。俺が万能薬になるんだ。修行の成果が出てきたね。モーガンさん、島キロです。あの島なの。ここ止めろ。なんでだよ、上陸し。島に近く嵐、ね、黙って闘病に監視を。
これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか？あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ？急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ？伸びるな。ちょっと邪魔よ。覚悟しろよ。ゴムゴムのガトリング。おい、腹減ったぞ、サンジ。ああ、ちょっと待ってろ。うまいもん作ってやるよ。私の予報は百発百中。決して力を取り戻せたみたいね。俺の体はさらなる強化を遂げた。技のキレが戻ってきたか。かかってきやがる。ロビンちゃんに手は出させぬ。もちろん私も戦うわ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。バースコート。よし、かかってこい。
のゴムのバズーカシシシやったな新しい客かふふ面白くなってきたわねトレインタフルールあんたたちなんかお呼びじゃないのよいくわよサイクロンテンポあたしのことは魔法使いちゃんって呼んでねもっと強くなるぞ俺は海賊王になるんだ力が戻ってきたみてえだあたしの成長は止まらないわ成長を実感できるほど強くなれたのねこのキャプテンウソップに不可能などない少し強くなったぞ力が戻ってきてねいや待て、お前にはあれ安心してあんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ大丈夫なわけあるかえ私ミラージュが待ってるっていうのにまったく野暮な奴らだぜバースコート任せろゴムゴムのガトリング来るなら迎え撃つだけよ。やっと俺の出番か。よし、俺
ナーの悪い野郎だ。俺が一から叩き込んでやるか。ムートンショット。狙うならあっちにしなさいよ。行くわよ、サイクロンテンポ。ナミ、すげえなお前。ありがとう。少し成長を実感できるほど強くなれたのね。なんだ、どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだチョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？聞いてたように見えたけどな。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ助けてくれてありがとうって言ってたぞ。一応切れたが、クソ、まだ腕が鈍ってやがる。見られてるな。ああ、数も多い。何かいるのか、こんなところに。ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ムートンショット。さ、ディナーの準備に。とこの力があれば大事なもんだ。任せろよ。
レリーには指一本触れさせぬ。あいつはやべえ、なんとかしねえと。私も協力するわ、ルフィ。はや、わかった。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。行くわよ、サイクロンテンポ。お前たちの相手は俺だ。バースコート。俺は負けねえ。安心しな、すぐにクソうまい飯を作ってやるよ。俺はまだまだ強くなる。力が戻ってきたみてえだ。やったー。このキャプテンウソップに不可能。目指すわ。俺強くなった気がする。少しは強くなれたかし。家に戻ってこられたのかな。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。任せろ。あら、よっ。さて、ふっ。任せろ。よし。
暴れるぞ。ナミさん、これが終わったらスイーツを作るからね。バースコート。おう、俺が相手だ。貴様火薬星。さあ喧嘩だ。ゴムゴムのガトリング。もっと待てる。俺、あたしの予報は百発。こんな奴らにやられやしねえ。来いよクソ野郎。サンジ君。ナミさん。行くぞ。ゴムゴムのガソリンだ。おい。この力があれば。海の一流国は。力が戻ってきてね。俺の体は必要な力ね。行くぞ。
だって。俺に任せろ。やってやるぜ。よっ。私の出番ね。よし。さっさと片付けるわよ。ルフィ、キョッ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。バーストート。俺が相手だ。ゴムゴムのガトリンガー。もっと待てルフィ。俺は強いやつ。俺がバ。Huh?